はハードウェア技術として日本では初めてスプライトを利用しておりソフトウェア面ではそれが活用されシューティングゲームの基礎を築いた技術的源流はアタりでありナムコはアタりが使用していたオブジェクトという用語を踏襲しているタイトルのギャラクシアンとは銀河系の住人である人類つまりプレイヤー側のことを指す言葉である この設定は他のアグスフシリーズでも使われている。人気作となったことからライセンス生産も行われ、タイトルはギャラクシアンのまま、国内ではテーブル筐体のみとする等の条件により、国内ではセガ、タイトー、シグマ、アイレム、コナミ、サミー、日本物産、海外ではミッドウェイ等にライセンスされた。ナムコ純正のテーブル筐体の低下は58万円。 アップライト筐体の低下は64万円であった。アーケード版の修理サポートは、セガとサミーがライセンス生産した製品は2017年3月に、オリジナルは続編も含めて2017年10月にそれぞれ終了した。エイリアンは、スペースインベーダー同様、砲台から離れた上空で編隊を組んで待機しており、一匹ずつミサイルを放ちながら降下、攻撃してくる。 大気中のエイリアンはミサイルを撃ってこない。降下してきたエイリアンを撃墜できなかった場合、画面上部から再度現れ変態へ復帰する。エイリアンの数が少なくなると変態を崩して一斉に攻撃を仕掛けてくる。すべてのエイリアンを撃ち落とせば面クリアとなる。アーケード版では面ごとに旗が1本ずつ増えていき、10面クリアすると大きな旗が1本出る。 最終的には48面まであり、以降は48面の表示のまま延々ゲームは進んでいく。時期が全滅しない限りゲーム終了にはならない。最初に家庭用ゲーム機でギャラクシアンの名前を冠してリリースされたのは下に表したカセットビジョン版だが、これは結果的にナムコに判権料を払ってこそいるものの、内容は原点とはだいぶ異なっている。 これ以降が一般的な滝種への移植版となる。下記表における発売元、バンナムはバンダイナムコエンターテインメントの略称。詳細はリンク先を参照。ライセンスを取得せずにアリューを製造した西日本販売のギャラクシー X とユニバーサルのコスミックエイリアンライセンスを取得したものの製造許諾契約に違反し、アリューを製造した日本物産の ムーンエイリアンに対して損害賠償請求訴訟が起きた。本作のパロディが収録されたゲームも存在する。ありがとうございます。